どうもこんにちは。8月2日でございます。今日はね、昨日届いた幸福の科学さんからのこのブロシアを紹介したいと思います。いつもこうやってね、包み紙に入っていて、雨に濡れても大丈夫なように丁寧に届けてくださいます。最近はね、訪問してポストにポンと入れるだけでお会いする機会がないんですけども、このようにね、いつも拝見してますからね。幸福の科学というその宗教組織自体にそれほど強い思いはないんですけども、こういった出版物ですとか日々足を向けてくださる会員の皆様にはね、非常に敬意を表したいと思います。まずはここに書いてますけども「主への祈りの奇跡」とありますね。教義はね、一つ一つ言葉を取ると学びになるものが多いんですけども、ただこれをね、この幸福の科学という組織に入らないとできないものなのかなと思った時に、そんなことありませんのでね、私は特に組織に入らずともこうやって一つずつ学びを得たいと思います。今回はね、自殺したら死後に起きることって書いてますけども、これ昔からね、こういうこと言われてますよね。自ら死んでしまっても、それは苦しみからの解放にはならないよってことです。ここに漫画書いてますけどもね、飛び降りて自殺した少年ね、あれ俺生きてる、どうして全部終わって楽になってるはずだったのに、次こそ死のうと。で、飛び降りて死んだはずなのに、肉体は滅んでいても魂がまだ生きているっていう風に錯覚して、もう一回死のうっていう風に死のループを繰り返してしまうってことになるんじゃないかなってことが書いてあったりします。自殺の連鎖は続き、この場所は一種の地獄になったって書いてますね。これだからね、別の人をね、巻き込んでいく可能性があるってことが書かれてます。自殺にまつわる真実と人生の意味というふうにね、考えさせられるなってとこです。自ら命を絶つっていうね、現象ってのは、基本的には良くないことだと思います。で、こじつければ死を選びたくない気持ちもわかるっていうね、そういった向きも一部ありますけども、でもほとんどの場合はね、死ぬ気になって生きていこうぜっていうふうに私はちょっと思っちゃいますね。もちろんね、死ぬほど辛いことってあると思うんですよ。でもこの日本という国で、特定の場所で特定の人間関係に悩まされて命を絶ってしまう、もしそういった思いに駆られた時にね、じゃあ一気に引っ越してみたらどうかなとかね、人間関係を全部入れ替えてみたらどうかなと、それでも死にたくなるのかなと思った時に、一山越えればエスタッサーみたいなね、昔の言葉ではないんですけども、この場所でどんなに苦しい思いをしていても、あの山の向こうに行ってしまえばね、それこそ最初からまたやり直せるんじゃないかなと。ほら、小学校でいろいろあったけども、卒業して中学に入るとまた新しい気持ちで一から始めれるみたいな希望があるじゃないですか。でしかも中学でいろいろあったけども、でも高校に入ってしまうとね、さらにもっと新しい可能性に挑戦できるっていうね、そんな可能性が開けてくると思いますし、高校を卒業してね、大学なり就職なりしたら、もっともっとですよ。私たちの時代には高校デビューって言葉がありました。これは通常、グレたやつらがね、中学の時になんとなくグレ始めて、そのまんま高校に行ってもさらにグレるみたいな、そんな中で中学の同級生があんまりいない高校に進学した時に、そいつがね、いきなりグレ始めると。そうすると高校デビューって呼ばれたもんですけども、そのぐらい人っていうのはね、人の過去を知らなければ最初からそうなんだと思ってもらえるもんなんですよね。だからね、私もそうなんですけども、大学で新しい生活がスタートした時に、それまでの暗い人生を捨ててね、プレイボーイで行こうというふうに決めたんですよ。で、そのように演じたところ、まさにね、周りの人がそのように思ってくれたんで、演じやすかった舞台は揃ったってことになりますね。おかげさまで大学4年間合コンばかりやってたというね、いや楽しい人生でしたよ。私の例はともかくとおいて、今回幸福の科学さんは人間の生と死についてこうやってテーマをね、出してくださってます。人は死んだらどこへ行くっていうふうにね、誰しも幸せになりたいと思うんですよ。そして幸せに生きた人は死後も幸せになれるっていうふうに、そんな気がしませんか。じゃあ生きてる間不幸だった人は死んでからも不幸が続くんでしょうか、それとも死によって不幸を捨て去ることができて新しい幸せってものにたどり着けるんでしょうか。このあたりね、こちらの書籍から学ぶことができるんではないかなと思います。で、最後に紹介するのが、今回のメインと言ってもいい、私は人間としての義務を果たすためにと書いてますね。まさに幸福の科学。幸福の科学ってのはどういうことなんでしょうね。私は人間としての義務を果たすために、夏の夜は寝苦しくて朝起きるのが辛い。冬の朝は肌寒くてやはり朝起きるのが辛い。私の今朝もそんな巡り合わせだった。もう20年分もこの心の指針を書き続けてきたと。まだ続きますけどもね、書いてますね。はい、ちょっと続きを読みましょうか。2004年に心不全で病院に運び込まれ、今晩でこの世とお別れですと医者に宣告されて、家族と弟子3人が夕方6時に ICU に最後の別れにやってきたとも書いてます。これは大川隆法さんの言葉なんでしょうかね。詳細はね、こちらの方を手に取っていただきたいと思います。幸せに生きることと人間のいずれ迎えなければならない死というものに対してね、時に足を止めて考えてみるのはいかがでしょうかということでございました。それでは今回もありがとうございました。